日本大阪府大阪市中央区松屋町松屋町は、大阪市中央区の町名。定番を持たない、単独町名である、抹茶町の愛称で知られる。大阪市中央区南東部、末吉橋東側に位置し、北で、松屋町住吉、北東で安藤寺町、東で谷町、南で河原山町、西で、島の内、南千葉と隣接する。 大規模なマンションの建設が増えた町である。中央区のの人橋交差点南側から大阪メトロ松屋町駅周辺にかけて松屋町筋沿いに人形、鷹市、花火などの卸問屋街が存在する。末吉橋の東沈め、東横堀川松屋町筋間に江戸時代から見える町名だが、後に松屋町標町に解消され、 松山地筋から骨山地筋間が松山地浦町となった。1872年に両町と松山地表町の北隣の丹波屋町を合わせて松山地となった。安藤寺橋通りを挟んで松山地の北に接する松山地住吉は、上記同様に江戸時代の住吉山町と具足山町を合わせた住吉町が1989年に解消したものである。 なお、住吉町は元東区、松山町は元南区であった。松山町一帯は、江戸時代から菓子問屋の集中する町だったが、人形、玩具、紙、文房具などの問屋は明治以降に移転してきたもので、とりわけ御堂筋格服の際の移転が多い。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。松山地交差点。ありがとうございます。